2021シーズン5年周期を終わらせる。そう、悪夢を終わらせるんです。勝負の年だと思うので暴れ回りたいなと思います。アビスパ福岡がこういうチームなんだっていうのを、せーの、バモスアビスパ福岡。間違えた。アビスパ福岡を知らないあなたもこれを見ればきっと応援したくなるはず。アビスパ福岡の魅力を知る伸びしろだけはもう誰にも負けないってことでしょ。北斗さん、もういろんな話聞いちゃっていいんですよね。もうアビスパあるあるはいっぱいいますよ。まさかの出演オファーでした。びっくりしてます。7年8年くらい応援してるんですけど、アビスパはそれなんですけど、 HKT はまだ5年くらいなので、うん、やっぱサポーターの方が勝っちゃうの。いやー、 J1 ですよ。背番号141番石井です。湯沢選手、あ、ポジティブブサイクというお言葉があるんですけど、これまあご自身で挙げていただく言葉なんですけども、世のブサイクに勇気を。前向きなところなんですよね、スローガンが、はい、あの人からのメッセージに湯沢選手は、なじましてジェルいっぱい使うと、ジェルいっぱい使うんです。かわいいな。感染しました。え、石井さん、隣にいらっしゃったのは彼女ですか？はい、もう永遠の彼女です。キャー、お笑い担当は俺だ。得意の一発芸、ノリと勢いでやったら結構サポーターの人たちからも評判良くて、ピッチャーシャワー、超気持ちいい。大丈夫なのかとちょっと僕は思ったんですけど。北斗先輩いかがですか？何やっとん。厳しい。今も思いついたりしますか？やめなさい。いけます。河原さん、ね、今思いついたやつ、インスピレーションで、はい、行かせてもらっていいですか？すごいですね。すごいな。あ、いけます。ありがとうございます。はい、それでは一発芸の全貌は当日オンエアでお楽しみに。でも選手の皆さん、番組の最後には長谷部監督も出演します。本当に素敵なチームだなというのを市民の皆様に、活力を与えられると思います。ぜひ、テレビでスタジアムで、我々を応援してください。よろしくお願いします。僕たちアビスパ選手の素顔がギュッと詰まった特番です。バモスアビスパ福岡、お楽しみに。はい、 OK です。いや、面白かったな。いや、アビスパの選手素敵だったな。中上さんもすっかりサポーターですね。あ、ホークスも強いけどアビスパも注目やね。いや、もう5年周期終わらせたいですね。皆さん、アビスパ福岡を応援してください。